トガルリスボン中央部にある城。市内の高台にそびえ、観光客が訪れる。丘の上の最初の要塞化は、紀元前2世紀頃であるということだけ知られているが、考古学調査から、少なくとも、紀元前6世紀までには、フェニキア人、古代ギリシャ人、カルタゴ人の影響を受け、土着のケルト人とイベリア人が占領していたとわかった。後、 古代ローマ帝国、スエビ族、西ゴート王国、ムーア人と支配者が変わった。16世紀初頭の城とリスボンの眺め。二つの塔は王宮の一部。ドゥアルテガルバオンチョ、アフォンソ・エンリケス年代記より、城壁とトーレ・コンキスタが南下してくると、城とリスボンの町は、ポルトゥカーレ博アフォンソ・エンリケスにより、ムーア人から取り戻された。彼には、 第2回十字軍に参加した北ヨーロッパ貴族の援助があった。1147年のリスボン攻防戦では、有名な伝説によると、マルティン・モニスという騎士が城の扉の一つが開くと、示させないために、己の体を盾にして立ちはだかり、仲間の騎士たちを入場させて、自身は絶命したという。城は、12世紀後半のムアジン侵入を持ちこたえた。リスボンは、 王国の使徒として拡大し、1255年に王宮となった。1300年代には、ディニス一世が大改修を行った。1373年から1375年に、かけ、フェルナンド一世が、新たに、リスボンを取り巻く城壁を作らせた。一部は、古い、ムーア人の城壁と取り替えられ、かつて防御のない部分だったところを取り囲むように、 設計された。77の塔、周辺は5400メートルで、わずか2年で建てられた。14世紀後半には、城とリスボンは、カスティーリャ軍の侵攻に立ち向かった。アビス町のカイソジョアニ一世は、城を、聖、ジョルジェ捧げた。彼の王妃フィリパは、イングランド王女であり、どちらの国でも、竜と戦う聖人、ジョルジェは、人気があった。 14世紀から16世紀初頭にかけ、党の一つ、ウリッセス党または、アルバラ党は、王国の公文書館となった。このために、現在の国立ポルトガル公文書館は未だ、トーレドトンボすなわち、公文書党と呼ばれている。年代記作者フェルナン・ロペスとダミアン・レゴイスは、ここで働いていた。王宮として、城はインド航路開拓者。 バスコダガマを艦隊するのに使われた。城では1502年に劇作家ジルビセンテのモノローゴ・ド・バクエロがマヌエル一世の着ョア案の誕生を祝い上演された。16世紀初頭、マヌエル一世は定所川沿いに新しい王宮リベーラ宮殿を建てた。古い中世のアルカソバ城はその存在意義を失い始めた。 1531年の地震で、アルカソバ城は損害を受けた。1569年、セバスティアに一世は、自身の住居とするため、王宮アルカソバの再建を命じた。セバスティアン王が死にスペイン支配が始まると、城は、弊社や監獄となった。1755年のリスボン地震で、城はさらに被害を受けた。 1780年から1807年にかけ、貧しい子供たちに教育を受けさせるための慈善団体が要塞の中で設立された。1788年、ポルトガル最初の気象台が城の塔の一つに作られた。城が放置される時代は1940年代まで続いた。拡張工事が行われ、城にあった不釣り合いな建築物の多くが、 前世紀にまでに破壊されたものと混じり合った。城はどこよりも素晴らしいリスボンの眺めが味わえることから観光客に非常に人気がある。ローン城一帯は城壁に取り囲まれた四角形の要塞の姿である。かつての王宮跡、庭園とリスボンを眺められる広い広場がある。城の主要門は1846年の日付とマリア二世の名で、 ポルトガル王国の紋章が加えられた19世紀に作られたものである。この門を通るとアルマス広場へ入る。古い大砲と城を最初に征服したアフォンソ一世のブロンズ像が立つ。この像はギマリャニース城近くにあるロマン派の彫刻家、ソアレス・ドスレースの19世紀の作品の模造品である。王宮跡は主要門近くにあり、 いくつかの壁と再建されたカーサオギバルの部屋が残るのみである。最も高い要塞部分の北西には中世の城があった。包囲された時代、もし要塞を攻撃され侵入されたら、城が最後の強固な抵抗の場所だった。四角形の銃の塔がある。歩いて塔を登ると360度の素晴らしいリスボンの眺めが楽しめる。 主要部分を離れると、城は、南と東を、バルバカという楼門で守られている。北と、西は険しい丘の急勾配である。城には堀が巡らせてあったが、今は干上がっている。主要門には、石造りの橋が架けられている。西側に、下の丘まである長い城壁と塔がある。この塔は、谷の下を管轄し、城が、 敵に奪われた際逃げ道を確保するためのものである。ありがとうございます。